続きまして卒業生当時桜学院中等部3年生徒会長中本鈴香。当時今年は桜の開花が例年に比べて早く満開の桜の花びらが散りゆく中で卒業式を迎えることとなりました。去年の3月3人の卒業生を送り出したあの時から急に卒業という言葉が迫ってきて、ただ焦りと不安に自分の胃がどこにあるのか初めて知った1年でした。私が生徒会長になることで本当に桜学院は大丈夫なんだろうかと不安に思っていた人はたくさんいたと思います。それでもしゅうちゃんなら大丈夫って励ましてくださった父兄の皆さん、卒業生3人からのアドバイス、そしてスーについてきてくれた11人のメンバーたち、みんなのおかげで今日この日を迎えることができました。2012年度スタート当時、転入生のみんながなかなか馴染んでくれず、いつまで経ってもみんなの中に入ってきてくれないことに苛立ちを覚えたことがあります。でも思い起こせば、自分が広島から桜学院に通っていた頃、すでにチームとして出来上がっていた輪の中に入っていくには勇気がいること、どうしてちゃんと分かってあげられなかったのだろうと悔やんだ日もあります。桜学院の先生たちはいつも私たちに最高の環境を用意してステージに送り出してくれます。今年の TIF では他のアイドルさんのステージや舞台の裏側を目にする機会が多くありました。また真夏の炎天下の中、私たちに声援を送るため何時間も前から並んで待ってくださっている父兄の皆さんの姿も目にしました。そこで自分たちがどれだけ恵まれた環境の中で歌って踊ることができているのかも改めて知りました。そんな経験を踏まえて挑んだはずの学院祭だったのに、初日は自分の思い描いたステージができませんでした。2011年転入式の時、武藤会長の悔し涙の意味を自分が生徒会長という立場に立って初めて分かりました。この学院祭が最高の笑顔をステージで見せること、精一杯の歌とダンスを見てもらうこと、一つ一つの音楽に対する向き合い方を一人一人が意識し始めるきっかけとなりました。転入式でマリナちゃんが作ってくれた手作りのお守り、その心遣いが嬉しかったよ。 TIF の時、ラウちゃんが留守を守り後輩たちをしっかりサポートしてくれた姿、頼もしかった。ねえドン、いつも悩みとか相談とか聞いてくれて、調子が出ない時はカバーしてくれたね。ナタヒーが転入生いや年下の子と私たちの大切な架け橋になってくれました。ゆいちゃんがライブのたびに書いてきてくれるセットリスト、分かりやすくていつも頑張ろうって思わせてくれたよ。もあちゃんがステージで見せる父兄の皆さんの心をわしづかみにするトークにはいつも感動しています。はなちゃん、今年個性全開だったね。毎回今日の感想が楽しみでした。いつもフラフラしてるリノンだけど、
みんなのことをしっかり見ててよく相談に来てくれたね。ダンスや MC を聞きに来てくれる井野のちゃん、頼りにされてるのが嬉しかった。サキティがベビメタのライブを見に来て涙いっぱいに溜めて感動したって言ってくれたこと、そんなサキティに私の方が感動しました。そしてマリリちゃん、夢に向かってみんなより一歩早く旅立つことになったけど、広島から通うことがどれだけ孤独で大変か誰よりも諏訪知ってるから、よく頑張ったね。これからも応援してるから。ベビーメタルの活動が決まっている今、卒業しても寂しくないのではとよく聞かれます。でも私にとって桜学院の歌は特別なんです。新曲ができるたび一番にレコーディングブースに入り、一番に音入れをさせてもらっていました。だからこそ一つ一つの歌に思い入れがあり、どの歌も大好きです。実はまだこの時が来ても卒業を実感できずにいます。もっともっとみんなと一緒に桜学院の歌を歌っていたいです。でももうその思いは胸にしまい、今日みんなに来年度のトスを上げ旅立っていきます。これからも桜学院がずっとずっと成長を続けていくことをそっと見守っていきたいと思っています。父兄の皆さん、いつも桜学院を応援してくださってありがとうございます。皆さんからの熱いメッセージちゃんと受け取りました。皆さんの優しい眼差しの中で私たちは日々成長させてもらっています。これからもよろしくお願いします。今日の朝私の母が桜学院の父兄でいられて楽しかったよ、ありがとうって言ってくれました。皆さんも同じ気持ちだったら嬉しいです。桜学院は卒業してからが自分の夢に向かって歩き出すスタートです。これから私もマリリちゃんも桜学院を離れ、それぞれの夢の実現に向けて歩き出します。今年の中学3年生は一人ぼっちだったけど、スーはいつもいつも一人じゃなかったよ。みんなに出会えてよかった。たくさんの素敵な思い出をありがとう。ありがとうございました。平成25年3月31日、卒業生代表、中本鈴香。